助手のズンナモンです。助手の四国メタンです。今回は2024年廃止予定駅現地調査中野沢駅編をお送りします。駅の現地調査の前枠は初めてです。よろしくなのだ。恒例のあれはズンナモンが言った方が面白かったってボスが言うのをやめちゃったんだよね。申し訳ないのだ。私も出番が増えるように頑張るわ。頑張れなのだ。ということで VTR スタート。現地調査していきます。中野沢駅、もうすごいですね。そしてホーム側に行くんですが、なんとこれ初めてですね。なんかこっち側にも戸があって、しかも入れます。お邪魔します。失礼します。なんか引っかかったけど気にしない。中野沢駅の後で記入いたしますということで失礼いたし、お LED、 さすが。これ通過時刻も書いていただけるとありがたいんですよね。除雪の範囲に、厳しいですよね。で、時間が1日6本ですね。6本、往復6本ですね。これでお茶豆に帰ります。11時6分、綺麗ですね。こちら側も横の引き戸方式ですね。中野沢駅綺麗ですね。あ、ちゃんと放送が中に、もういる方も分かるようにスピーカーがこちらについてございます。こちらで見ると長万部駅まだ250円ということですね。ということで、ちょっと休みがてら駅のと書きたいと思います。それでは恒例のベンチに座ってぐるぐるぐるスピーカー LED 引き戸ですね。よっ、いいところですよ。こんな静かで、冬はもっといいんでしょうね。寒そうですけど、11時6分の列車まではゆっくりいろいろ見て回りたいので、動画的には終わりでっていう一区切りかもしれないですけども、まだまだ、そうですね、外がまだ探査してないですね。調査してないですね。これから外を調査したいと思います。外からぐるー。外ぐるー。いやー、かっこいいですね。この、ツインの入り口の屋根がもう最高すぎますね。こたと階段ですね。もう最高すぎる。ぐるー。
にやってきました。ホロです。一線なんですね。あ、一線じゃないです。向こうで。向こうにありましたね。そうです。一線じゃないですよ、ここは。まずは、上り、函館方面、こうです。中野沢。中野沢。ホーム地はかなり長いんですよ。多分看板はないけど、多分ダメそうなので、やめと遠慮しておきますね。そうですね、20002面なんですね。ちょっと止め、ちょっと止めません。よいしょ、よいしょ。結構大変ですね。ああ、もう この掘って作ってる階段でたまらないですね。ああ、ワンマン乗車、ここですね。覚えておきましょう。こちら11時6分までに集合です。すごいね。この構内踏切がたまらないですよね。ここに何かしらの遺構がありますが、何だったんでしょうね。すごいですね。廃止されようとすべきが2000人目なの、すごいですよね。まあ伏線なんでって言いますが、ということで、良いですね。ここの中野瀬駅たまんないですね。やっぱりね、良い駅かっこいい。もう FFF 先生の漫画のキャラクターのカラーですよ。もう素晴らしいです。ということで、一旦閉めます。中野沢駅です。再びです。すごい広い構内が広い。でもこの構内の広さが逆に維持費の高さとなり、来年3月に廃止になるっていうのは、今私が滞在してみた状況から見てもやむを得ないのかなっていう気はしますが、本当に素敵な駅なんです。唯一無二のこのダブルの入り口、この駅舎は保存していただきたいなと思うんです。長万部駅
町にもそういうなんか鉄道記念館らしきものがあるようなので、おそらく駅名標は保存されるでしょうけどね、放浪とか。できれば駅舎も保存していただきたい。なかなかこんな素敵な駅ないですよ。というわけで中野沢駅からお送りしました。皆さんどうもありがとうございました。